はじめまして、東京ヴェルディから移籍してきました山本力人です。このガンバ大阪なら、自分がもっと大きく成長できると思い、この移籍を決断しました。今は怪我をしてて、一部の練習には参加できないですけど、一日でも早く治して、今苦しい状況のこのガンバ大阪を救えるようにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、まず、片野坂監督のやっぱサッカーは自分的にも魅力的だなと思いましたし、自分のスタイルにもマッチすると思ったので、その中で自分が成長できる環境っていうことを考えて、このガンバ大阪っていうクラブを選ばせていただきました。でまずそうですね、本当は早く練習復帰して、サッカーでみんなとコミュニケーションを取りたいなとも思いますし、ガンバ大阪の力になりたいというのがまず今の気持ちです。日本でも屈指のビッグクラブだと思ってますし、自分が幼い頃、マンチェスターユナイテッドだったりに、すごいいい勝負した記憶があって、本当自分の幼い頃夢見てた、プロクラブの一つでもあるんで、そこに入団できたことは本当に嬉しいですし、これからやってやろうっていう気持ちでいっぱいです。宇佐美選手は本当僕も小さい頃から日本代表としてこうテレビで見ていた選手なんで、すごいやるのは楽しみですし、他にももちろん日本代表でやってる選手もいるんで、みんな楽しみです。まずは J1 リーグで、自分自身活躍して、頑張る力になること、具体的な数字っていうのは、まだ J1 初挑戦なんで分からないですけど、自分なりにがむしゃらにやりたいなと思ってます。まずは左足で、短いパス長いパスでさばけるところであったり、その中で縦パス、スルーパスでも、仕事できる選手だと自分は思ってるんで、そこを見ていただければなと思います。はい。